小説家を目指す安住小太郎、短距離頑張る水野茜、接点なかった2人は出会う。中学3年初めての保育科、工業時で同じ係、連絡するため LINE を交換、些細な連絡それすら嬉しい。始まりましたひもボクシング。夜の神社、空には満月、茜がぽつり、月綺麗だね。文学大好き小太郎、びっくり条件反射で告白してた。付き合い始めた2人を襲う友達、部活、進路に未来、不安で涙を流す茜に声を届け、ずっと大好き。